えー、こんにちは、こんばんは。チャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です。えー、1万と名乗ることにしました。えー、今日はですね、平林初之助作、えー、アパートの殺人を朗読していきます。えー、これも一度読んだものの復刻ですね。えー、かなり人気があった動画なので、ちょっと早々に復刻させたいなと思いまして、えー、今回はこれを選びました。 えー、平林初之助氏はですね1892年11月8日に生まれて1931年6月15日に、えー、亡くなっているということで38区ぐらいですかねで亡くなってるみたいですね前回のあの「大阪景吉氏と」シート若くして亡くなっている方が多いですねで評論家推理作家 翻訳家ででもあったとということで、まあ、今回読んでいくのは推理小説なんですけれども、えー、確かに評論の作品も青空文庫などにもね、えー、いくつかあるので、まあ、機会があれば読んでみていただければなと思います、えー、今回の「アパートの殺人」なんですけど、えー、まあ平林初之助氏自体は だいぶ有名な方だと思うんですけどちょっと僕の世代では実は馴染みがなかったんですねただこの「アパートの殺人」だけは「ああアパートの殺人読んだんだね」って知り合いから言われた作品でああそんなに有名な作品だったんだっても僕は知らなかった、えー、だけで人気もその知名度もねあったんだなって思った作品でしたね で登場人物が何人か登場してでそれぞれがこうがっつり喋るのでええー、演じ分けを頑張らなければならないっていうところをええー、ちょっと力入れた作品であったなっていう思い出がありますアパートで起こった女優の死をきっかけに展開していく推理小説です果たして犯人は誰なのか動機は何なのか、えー、そういうところに注目しながら聞いてみてくださいそれでは本編をどうぞ 平林初之助アパートの殺人、1. 前垣外堀に沿った電車通りに山手アパートという3層のビルディングがある地階は自動車のガレージになっていて2階と3階とがアパートとして使われている。 部屋の広さはまちまちで、借り手には、もう会社の事務所もあれば、某国大使館の書記官もおり、家族5人くらいで暮らしている者も,もあれば、独身者の会社員もあり、ダンサー2人が一室を借りている者も,もあれば、終日、青い顔をしてペンを走らせている無名作家もあるといった具合。東京キネマの女優、山上美沙夫も、 このののアパートの私宿人の一人であったそして彼女が最近不思議な死を遂げたのもそこであった簡単に言えば彼女は昭和末年3月丸日月曜日の午前11時から午後6時までの間に山手アパートの自分の部屋のベッドの中で考察されていたのである。 直接の手がかかりは何も発見されなかった。このことは誰でも知っていることだから私はここで死体が発見された時のありさまだとか警察当局の取った紋切り型の処置だとかそういう事柄は一切省略してすぐに関係者の証言に移ることにするついでに言っておくがこれらの関係者はいずれも死体の発見された即日 インチ取り調べられたのである、2. 上村進の証言上村進は身長5尺8寸もある筋骨たくましいバツバツクラブの野球選手で年は29歳操の上司である彼は係の警官の取り調べに対して 次のように答えた私がミサオの部屋へ行ったのは午前10時ごろでした前もって電話でそのことを知らしてあったのですノックをすると中からミサオの声で「鍵はかかってないわよ入りなさい」と言いましたので私は中へ入ってゆきました 今日はちょうどバツバツ球場で試合があったので私はバツバツクラブのユニフォームを着けていましたポーチで靴を脱いでカーテンを開けてみるとミサオはベッドの上に仰向けに寝ていました撮影のない日はいつも12時頃まで彼女は寝ているのが習慣でしたもっとももう寝飽きて塔から目を覚ましていたものと見えて 2つの目を大きく開けて宙を見つめながらバットをふかしていましたうちにいる間は朝起きるから夜寝るまでほとんど1分間の休みもなくたばこを飲むのがずっと前からの習慣だったのですそしてたばこはバットに限られていたのです近所のたばこ屋と特約しておいていつも五重入りの箱を買ってきて いちいち箱を開けたり吸い口をつけたりするのがめんどくさいもんだから一度に5箱くらい箱を開けて一本一本吸い口をつけてそれをボックスの中へ入れておいて次から次へと続けさまにふかすのです部屋の中はもちろんたばこの煙がもうもうと立ちこめていてむせるようでした枕元には1尺にい 1> 1尺五寸くらいなサイドテーブルが置いてあってこれはナイトテーブルというのでしょうかとにかく小型なテーブルなのですその上には桃色のシェードをかけた電気スタンドと鈴製のタバコセットとが置いてありましたタバコ箱の中には今申し上げたように2三3 0本の吸い口をつけたバットが裸にして入れてありました灰皿には、 バットの吸い殻がまるで焼け跡の防喰みたいに乱雑にうず高く積み重なってまだその吸い殻からは盛んに煙が立ち上っていましたそしてその吸い殻の中には四季島の吸い殻が56本混じっていました平そ、バットばかりしか吸わない人だったので四季島の吸い殻があるのは不思議だと 私は一目見た時から思いましたタバコセットのそばにはナルコポンスコポラミンの小瓶と注射器とが置いてありましたミサオはずっと以前からナルコポンの注射を始めて今ではどうしてもやめられなくなっていたのです何でも初めは友達のしているのを見て好奇心に駆られてやったのが今ではすっかり中毒して やめられなくなくったのだそうです。それからこの薬品のそばにみかんの紙袋が置いてありましたが中身は大部分皮ばっかりだったと思います何でもナルコポンの注射をするとあとでのどが渇いてしょうがないというのでしょっちゅうみかんばかり食べていましたよくあれで体が黄色くならぬものだと不思議に思ったものです床にはカーペットが敷いてありました カーペットの上は埃で汚れて、電気スタンドの不必要な長いコードが渦を巻いておりその上や周囲には紙くずやみかんの皮などが一面に散乱して前の晩の眠るときに読んだものと見え23枚の勇敢が散らばっていました元来美さんは物臭なだらしない女でよくよく汚くなるまで掃除をせずにいるので掃除といえば いつも普通の家の大掃除のような騒ぎでしたベッドの上はベッドの上でひどく乱雑に取り乱されており裾の破れた友禅ちりめんの長襦袢やだて巻きや足袋や腰紐や腰巻きまでもが脱ぎ捨ててのせてありました掛け布団は近頃新調した新しい金舎の布団でしたがその下から毛布がはみ出してだらりと カーペットの上へ垂れ下がっていました。こんなことを申し上げる必要があるかどうか知りませんがあの女は寝る時はすっかり裸になって寝るのが習慣でしたどんな小さいものでも体についていると気になって眠れないのだそうですこうした乱雑な部屋の乱雑なベッドの中でミサオは燃えるような真っ赤な顔をして みかんを食べてはバットをふかしていました。真っ赤な顔をしていたのはナルコポンの注射のせいです。あれの注射をした後はいつでもああいう風でした。そしてその時は本人は夢でも見ているようないい気持ちなんだそうで、いつも決まってひどくおしゃべりになるのです。もっとも常からおしゃべりの方ではありましたが。 私は部屋の中へ入るとさっきも申し上げたように真っ先に灰皿の中にある敷島の吸い殻が目に留まりました誰か来たのじゃないかという疑いが起こったからです別段彼女の素振りに変化が見えたというわけでもなかったのですがどういうものか私は最近彼女の様子が少し変だというふうに直感していたのです 私はこんな頑丈な体をしておりますけれどひどい焼きもち焼きなんです自分でも恥ずかしいほどなんですそれに彼女の性質といい境遇といい職業といい一旦疑い出したが最後疑う材料はいくらでもあるんですで私は敷島の吸い殻が心配になってたまらなかったのです誰か来たんだね 私はベッドのそばに棒のように突っ立ったまま訪ねましたもっとも何でもないようなごく冷静な態度を強いて装っていたつもりですが「いいえ」と彼女はバットを口から離して初めて口を聞きました「誰も消えしないことよどうして?」これがその日彼女の口から出た最初の言葉だったのです どうも変なんです。いつもはもっと優しいんです。どうと言ってよく説明はできませんけれど、とにかくもっと柔らかな調子で、私をふわりと包んでくれるようなんです。それが今日は、初めからトゲトゲして、つっけんどんで、まるで私に食ってかかるようなんです。誰が来たって、悪いというんじゃないよ。と、私はしばらくたってから、 ぽつりぽつり言い始めました。「あんたのような商売をしておればしょっちゅうお客のあるのは当たり前なんだから」私は何でもなしに言ったのだけれどミサは私の言葉がシに触ったのか執ように黙りこくってたばこばかりふかしていましたちょっと見るとまるで私の言葉なんか聞かないで全然別のことを考えていたらしいのです よくそういうことが彼女にはこれまでにもありました。ただね。と私はついイライラしたので続けて言いました。僕は何も隠さないでありのままに言ってほしいんですよ。そうすりゃ僕はどんなことでも理解できるし我慢もするつもりだ。僕たちのような生活をしてて双方で疑い合うということは。 たまらららないことだだかかね。ね、地獄だから、ね、それは「我慢する」という言葉の中にはたとえミサオに他に男があっても打ち明けてくれさえすりゃ我慢するという意味だったのです実際そういう場合に我慢できたかどうかは知りませんがその時はそういう気持ちがしたのですミサオは 少し私の言葉にカッとなったものと見えてクッションを肩の下に挟んで上体を斜めに起こしましたさっきも申し上げたように彼女はいつも寝まきも何にも着ないですっぱだかで寝る習慣だったものですから起き上がる拍子に肩から二の腕へかけて布団の外へ丸出しになりました二の腕には鳴子ポンの注射の跡が 一面に黒いにになって,残っているのでまるで台々の上へ陰気をこぼしてそれを拭き取ったように黒ずんでいるのですそれを見ると私はいくら恋人でもつい気味が悪くなって目を背けたものです「誰もケやしないと言ったら私の言うことを信じたらいいんじゃないの?と」と彼女はやや景色盤で言いました 私の言うことがあんたにはそれほど信用ができないのそりゃね女優なんて商売をしておればいつどんなお客があるか知れないわよそれだけは断っときますけどでも今日は誰も消えしないんです来たものを来ないなんてあんたに隠したって私に何の利益があるのこう言ってしまうと彼女は横を向いてツンとすまして まままたた。バットをつまみましただってあんたはバットだけしか飲まないんだろう私は目の前にある灰皿の敷島の吸い殻が目についてしょうがないのでついこんな言葉を口走ってしまいました言葉が口の外へ出ると同時に後悔したんですがもう落っつきませんミサオの目がその時ちかりと光りましたきっと、 私を見下げ果てたやつだと思ったに違いありません彼女はナルコポンの効果で赤く蒸気した顔を技巧的に崩して甲高い声で笑いましたその笑いは私の腸に染み込むようでしたなぜって私の言った卑怯な言葉が恥ずかしかったからですああ敷島の吸い殻がここにあるんであんたは疑ってるの まるでシャーロック・ホームズのようね。そりゃ私だって、敷島は金輪剤飲みませんと神様に誓ったわけじゃないんですからね。どうかしてたもに紛れ込んでたり、誰か忘れていったりすりゃ、もったいないから捨ててしまやしないわよ。と、彼女はゆうべんに言いました。そして、わざとのような大きなあくびをして、困った坊ちゃんね と、口の中で言って、笑いながら私の顔を見ました。正直に言いますと、私は彼女が笑ったので驚いたのです。少しは怒っているだろうと思ってたのですが、その時の彼女の笑いを見ると、彼女はちっとも怒ってなんかいる様子はないのです。私がまごまごしていると、彼女は続いて言いました。あんた、 いい子だから今日はもう行ってちょうだい。今日は試合があるんでしょもうぼつぼつ練習が始まるわよ。またグランドで私のことなんか思い出してエラーをしちゃいけないことよ。こう言いながら彼女はまるで気兼ねでもするようにちょっと横を向いて手を伸ばしました。私はすっかり気持ちを直してその手にキスをして出て行きました。それから球場へ行きましたが みち道々私はやっぱりみさおは私を愛してるんだ私一人を愛しているんだそれを変にうたぐったりしてすまんことをした試合が済んだら帰りがけによって謝ろうと考え続けていたものです試合が済むと私は用事があるからというのでみんなと別れてタクシーで駆けつけて まっすぐに階段の上がり口で上田金子さんに会いましたが何を言ったか言われたかも夢中であれの部屋へかけていったのですノックをしてみたが返事がないのでドアを押すと開きましたから中へ入ってみると薄暗がりなのにまだ電気もついていないのですスイッチをひねってみると彼女は「 頭から布団をかぶって寝ているらしいのです。ふいに脅かしてやろうと思って私は靴を脱いでそっと枕元へ行って揺り起こそうと思って手をやろうとすると毛布の端から真っ青な彼女の額が見えるのです。彼女はもう冷たくなって死んでいたのです。 それかあとのことはみなさまがご承知のとおりです11時前にわたしが出るときはたしかにミサは生きていましたそして6時前に帰ったときはもう死んでしまったあとでしたそれに違いありません三村井保の証言 村井保元は映画雑誌「キネマ時報」の編集主任で年は34歳雑誌記事のことで東京キネマのスタジオへ出入りしているうちに山上操と知り合いになり半年ほど前から彼女と常時関係を結んでいたものである私が山上のとこへ行ったのは10時少し前でしたノックをすると 5分間ほどしてから彼女がドアを開けてくれました寝ているところを起こされたせいか少しどぎまぎしているようでした何しろ長襦袢を引っ掛けたまま細ひもも結ばずにドアを開けてくれて私がポーチで靴を脱いでいる間にすぐベッドへ引き返して裸のままでベッドの中へ潜り込んでしまいました部屋の様子は。 上村とという人の陳述と同じでした何しろひどく乱暴に散らかしてありました私が隅っこに寄せかけてあった遠いすを引きずり出して腰をかけようとすると彼女は慌てて小声で私に言いました今ね野球選手のファンが電話をかけてきてすぐ来るということだからあんたすまないけれど隣の部屋が空いているからそこへ行っててくれない よく日の当たるあったかい部屋だからしばらく我慢しててねすぐ返すからつやっぽいところを隣から指をくわえて聞かされちゃたまらないよと冗談を言いながら私は隣の部屋へ行きましたそのまま帰ってもよかったんですけれどなんだかあっけなかったので後でゆっくり会おうと思って待っていたのです私が出て行きがけに 彼女は独りごとのように「はああ嫌になっちゃうな」と吐き出すようにつぶやきましたきっとつまらないファンとの応接などで私とのランデブーを妨げられたことが尺に触ったんでしょうそれから3分と経たたぬうちにその野球の選手が操の部屋をノックしているのが聞こえましたそれが無論後で知ったのですが 2人の話は時々隣の部屋へ聞こえましたけれど私は別段立ち聞きするつもりもなかったので何を言っていたのか何をしていたのか分かりませんとにかく20分ほどがらんとした空き部屋の中へ靴のまま上がって窓か町に腰をかけて待っているうちに上村は出て行きましたちょうどその時に3つ4つ置いた部屋から。 きのジャズが聞こえてきました。その部屋ではしょっちゅう蓄音機ばかりかけているのでうるさいったらありませんでしたミサオは小声で蓄音機に合わせて「何がなんだかわからないのよー」なんて歌っていましたそういうぶさ法なことは平気でやる女でしたそれから1分ほどしてから「ミスター村井ミン、 と笛のような声で私を呼びましたので、私はゆっくりわざとグズグズして彼女の部屋へ入って行きました私のその時の服装ですか今着ているこの茶島の背広の上にこのオーバーコートを着ていました髪も今の通りオールバックにしてひげはきれいに剃っていました靴もやっぱり今履いているエナメルの靴で 買いいたててのようにきれいに磨いてありましたお安くないね20分も寝室で密談するなんてファンだなんて怪しいもんだな無論私は冗談にそんなことを言ったのです私は彼女が本当に愛しているのは私だけだということは以前からずっと信じていたし今でも信じているんですことに相手が野蛮な野球のチャンなんかでは 真面目にからかうのさえ保険に関わるとさえ思ってたんですからバツバツクラブのキャッチャーをしてるのよ知ってるでしょあんただって随分野球はお好きなんだからそうかあの男かあれが君のファンとは驚いたねあの無骨な男が映画女優のアドマイアラーだなんてかわいいとこがあるねとても熱心らしいじゃないか 私は苦笑いいました。苦笑いなんかしまいと思っても独りでに唇が曲がるもんだからしかたなしに笑うのですええとても熱心よそれに無邪気で人がよくって親切で正直で飾り気がなくって男性的で私大好きよああいう男はミサオがやけにその男のことを褒めるので 私は弱りました。一体自分の前で別の男のことを褒められるということは私のように自信の強い人間にはとても苦手なんですその点私は女のような性質を持っていると自分ながら思ってるのですしかもミサオの言葉はいちいち私の弱点を突いてくるんですからね向こうじゃそんなつもりじゃなかったのかもしれないけど少なくとも 私にはそう取れるのですことに男性的という言葉で他人のことを褒められるのが私には一番平行でした。なぜってご覧の通り私はこう言っちゃなんですが色男タイプの方で男性的じゃないんですからうるさいもんだね女優なんて商売はああいう男にいちいち相手になっていなきゃならんとなると 私は今度はまるでそんな男のことは滋賀にもかけていないといったふうに高飛車に出ました彼女はみかんを食べながら私の顔も見ずに言いましたでも面白いとこもあってよいやいや相手になっているんだとうるさいけれど好きで面白くて相手になっている分にはかえって気晴らしになっていいことよ私は 彼女が横を向いてみかんを食べているのを見ると急にイライラしてきましたベッドの足の方の端に腰をかけてじっと彼女の顔を見つめていたんですが彼女はまるで私のいることなんか忘れたように動物が草を食うようにしてせっせとみかんを食べているのです恥ずかしい話ですが その時私は初めて少し自信がぐらついてきました。私のごときは彼女にとってものの数でもない存在じゃないのかしらん。彼女には他に二人も三人も愛人があって私はその中のほんの早くを務めているのに過ぎないのじゃないかしらん。というようなありゆうべからざる幻想がちらちらと浮かんで胸が くと傷んででるのですもちろんそんなことは断じてないんです。彼女は私以外の男性を愛したことなんか絶対になかったことを私は誓って申し上げておきますが、でも、その時は私はどうかしていたのです。だが、別に何だろうね。何もありゃしないだろうね。あんな男と。と、私は、 しどろもどろにどもりながら彼女の顔をじっと見下ろして言いました彼女は今度はゆっくりバットに火をつけて大きくふかしてから言いました何もというとつまり別に関係なんかもちろんないだろうってことさもちろんのことだけれどねそりゃ女優がファンにいちいち関係までしてた日にや 体がっったってりやしないわよ。そんな人は誰にだって一人しかいないことは決まってるじゃないのやっぱりミサオの愛している男は私だけだったのです一人いてのはもちろん私のことなんですから私はミサオが急にかわいくてたまらなくなりました哀れっぽい気持ちがするのです私一人を頼りにしているんだと思うと いじらしくなるんですことに彼女が布団の上へだらりと出している二の腕のどす黒い注射の跡を見るとかわいそうで胸が迫ってきましたあんたまだ注射をやめないんだね私は彼女の腕の地肌を見ながらしんみりとした調子で言いました毒ですよそれだけはぜひやめてほしいね 僕のために僕ミサちゃんがそんなことをしているのを見るとわざと自分で自分の体を壊しているような気がしていじらしくてしょうがないんだそりゃ私もやめたいのよでもこんなにくさくさしちゃやらずにゃおられないのよ本当に体だけは丈夫にしてくれないと困るねタバコだってあんまり量が多すぎやしない そんなにししょっちゅうふかしどうしじゃ。私はベッドの端から腰を上げて無言のままでずかずかと枕元の方へ歩いて行きましたそして両腕を伸ばして彼女のおしろいのはだけた首の辺りをギュッと抱きしめようとしましたすると今まで上ずった目で宙を見ていた彼女は急に気がついて「いけない!」と鋭い声で叫んで 私を激しく跳ねのけました。その拍子に彼女の裸体の上半身がネズミ色の毛布の中からニュッと出たのをはっきり覚えています。私は驚いてしまいました。腹が立つ暇もなく、これは変だと思いました。こんなに頑強に彼女が私を追っ払ったことはなかったのです。いつでも私のするままにさせて、 逆らっったたことがなかった女ですそれが今日はどうしたものかまるでケムシか何かのように私の手が彼女の肉体に少しでも触れるのを許さないのです汚いもののように払いのけるのですでもしばらくすると彼女はあんまりだったと思い直したのかあっけに取られている私を見て「タモちゃん今日はもう行ってね」 と言ったかと思うと、すぐに頭から布団の中へ潜り込んでしまいました。実に理解しかねる行動じゃありませんか。私はしょんぼり部屋の中へ立ち尽くして、もて余しただだっこに口を聞くように言いました。ミサちゃん、今日はどうかしてるんだね。ミサオは何とも返事をしませんでした。その時ふと見ると、布団の端から寝台の横の方へ、 うのののような彼女の左の足首が出ていました私はしばらく不思議なものを見るような気持ちでそれを見ていました実際顔も体も見えない彼女の足首だけがヤグの中から出ているのは不思議な眺めですそしてたまらなく陰刀的なんですいきなり私はその場に膝をついてその足首をギュッと両手で握りしめました すると不思議なことに彼女は今度はちっとも抵抗しないんです私は彼女はきっとわざと私の目の前へ足を出したんだなと思って親指のあたりを狙ってちょっと接吻をしてやりました断っておきますが私が彼女の足に接吻をしたのはその時きりじゃないので少なくとも私たちにとっては不自然な行為じゃなかったのです私が 唇と一緒に手を回すと彼女は黙っておとなしく足を引っ込めてしまいましたそれっきり私は黙って出て行ったのですその時はちょうど11時でした4松木久作の証言○○〇〇製菓会社常務取締役松木久作は 年50歳のでっぷり太った紳士でつい1か月前から東京キネマの重役何がしの紹介で山上操のパトロンとなっていたのである私はゆうべ1時前に操のところへ来て今朝まで泊まっていました操の面倒を見るようになってから日曜の晩はずっと泊まっていくことになっていたのです もちろんその他の晩にも来ましたが大抵一時前には帰ってしまうことに決めていました今朝目が覚めたのは九時頃でしたミサはまだ眠っているようなので起こすのは気の毒だと思って昨夜眠りがけに読んでいた埋誘と読売の勇敢を床の上で広げて読んでいましたが寂しくなったので彼女をそっと起こしてやりましたミサは目を覚ますと しばらく頭が痛いと言って不機嫌でしたいつでも朝目が覚めた時はあの女は不機嫌なんですでもしばらくするとベッドの上に起き上がって足を布団の上へ出して股の辺りへナルコポンの注射器をさしていましたはじめのうちは私も口をすっぱくして止めたんですけれど他のことは 私の言うことは何でも聞きましたがあれだけはどうしても聞かないもんですから近頃はそばで見ていても止めもしなかったんですそれからかれこれ30分も温かいベッドを離れかねて2人でタバコをふかしながら話をしていましたあれはバットばかりしか吸わないし私は四季島以外のタバコはどうしても嫌なんですすると ボーイがドアの外からあれに「山神さん電話ですよ」と知らしてきましたしばらくするとあれが帰ってきてもう30分もすると人が来るから早く起きてくれというのです私は時計を見ながら30分もあればまだ大丈夫だと思ってしばらくグズグズしているとそのうちに廊下にノックの音が聞こえるのです たししはっとびびくりして飛び起きましたするとあれは慌てて止めてもう間に合わんから窮屈だけどしばらくここへ隠れていてくれと言ってベッドの壁際に私の体を押しやってその上を毛布でくるみ上から布団をかけてくれましたそれからあれは大急ぎで毛布や布団を取り繕って 私のいるとこがちょっと見ただけでは分からんようにしている様子でした。それから私の脱ぎ捨てておいた洋服や帽子や靴やを慌てて押し入れの中へしまってしばらく我慢しててね。と小声で言いながら扉を開けに行ってすぐ引き返してきて自分もベッドの中へ入りました。私の体は わら布団と壁との間の溝の中へはまっているので背中が痛くてしょうがありませんでしたがそれから2人の男が帰ってゆくまでじっと辛抱していました村井が11時ごろに出てゆくとミサは毛布の中から顔を出して大急ぎでバットに火をつけてせかせかたばこをふかしていましたが足音が聞こえなくなると「もういいわよ」 と言って布団をはねのけてくれました。私が起き上がると、あれは私の首たまえ抱きついて額や目やほっぺたや。もうそこらじゅうにキスをするのです。すまなかったわね。こんな窮屈な目をさせてごめんなさいね。と言いながらも雨のようにキッスを浴びせました。 あんな連中にいちいち会うのを断ることはできないのかね私はちょっと眉の根にしわを寄せて聞いてやりました断れば断るでまたうるさいんですからねあとから来たのはシネマ時報の記者でしょ機嫌を損ねるとでたらめな悪口を書き殴るんですそうすると自然ファンの人気が落ちるしそうなりゃ会社の方だって気まずくなるってわけで 本当にこんな商売は嫌になっちゃうのよ初めの男は何だい野球の選手とかいうのはただのファンにしちゃあんまり慣れ慣れしすぎるじゃないかただのファンなんですけれどあんなしつこいこったらありゃしないのよ法廷へ巡業に行ってる時にちょうどあのクラブが向こうへ試合に来ててあちらのあるカフェで初めて会ったんですがね その時ブロマイドをせがむもんだから一枚くれてやったらそれを今まで5章を大事に持っててそのあと手紙をよこしたり訪ねてきたりしてうんざりしちゃうのよ聞いてみればなるほど無理はないんです女優なんて人気商売だからむやみに人の機嫌を損ねちゃ立ちゆかないことは私にもよくわかるんですからね何しろあれは 親と娘とほど年の違う私が好きで好きでたまらん風でした。私もあんな風に女に愛されたことはなかったので、目の中へ入れてやりたいほど可愛くなってきたのです。たったひとの間に、あれにはかれこれ4,000円も金をかけましたからな。それでもちっとも惜しいとは思わなかったもんです。今でもそうは思っとらんですよ。 一体私どものような実業家はどんな場合にでもそろばんに合わないような金の使い方はしないもんです。だがあれの場合は全く桁外れでしたよ。もう金銭づくじゃないんです。で今朝もい,いえ何まあそういった具合でお互いに別れを惜しんで別れて出ていったんです。 今夜あんな姿になっているのを見ようとは夢にも思わなかったのです。時刻ですか私が出たのが12時少し前でしたね、確か。もちろん生きていましたとも。さようなら。また今晩もぜひ来てね。って私のこの手にキスしてましたからまあ。あ 上田金子の証言山上三郷は以上の3人の証言によって3月丸日午前11時までは生きていたことが証明されたわけである村井が帰ったのが11時でその後で松木久作が山上に会っているのだからだが松木久作の証言のように12時少し前まで山上が生きていたということは 松木だけの証言では証明されたとは言えないというのはその後山上の生きていたのを見た人は誰もないからであるそして少なくも午後6時までには山上は死んでいたことは上村進の証言によって証明されたわけである上田金子は山上沙郷とほぼ同年配でやはり東京キネマの女優である彼女は みさおととても親しい、友人以上の間柄であったと言われていたミサオの部屋の左側の隣の部屋を借りて住んでいたのであるちなみにミサオの部屋の右隣の部屋は空いていたのである彼女が警官の尋問に対して最初答えた言葉は簡単ではあったが非常に重要なものであったミサちゃんと私とは 人に羨まれるほど親しい間柄でした年は同い年でしたけれど私が世話をしてあの人を東京キネマへ入れた関係もありあの人は私のことを姉さんと言って何でも私にだけは打ち明けて相談してくれていましたええ上村さんのことも村井さんのことも松木さんのこともみんな知っていますとも 私には何ででもも話すんですんの。あの人は男のことにかけてはだらしない人でまあ誰でも構わないといった態度でしたで今のとこ関係している人はあの3人きりのようでしたけれど以前からあの人と関係した人ったら私の知っているだけでも十二三人はあるでしょうそうですね 三人のうちで誰を本当に愛していたかって聞かれるとちょっと困りますけれど私の考えでは上村さんが一番好きだったんじゃないかと思います関係した月日も一番長かったようですし上村さんには全く欲得はなくて惚れていたようでしたと言ってもああいう人ですから誰が一番好きだとか 誰のためになら命もいらぬとか言うようなことはなかったのじゃないでしょうか松木さんとはお金でできた関係だったのですけれどだからといって義理であの方の相手をしているというわけでもなく付き合ってみればなかなか親切でいい人だと自分でも言っていました村井さんにしても初めは多少合理的な考えもあって交際を始めたのでしょうが近頃では 少しキザなとこもあるけどとてもいいとこもあったよ。なんてたくらいですからまんざらでもなかったと思います。今日は私はあの人には一度も会いません。何でも随分お客があったようでした。今日あの人の部屋へ出入りした人ですかそれは上村さんと村井さんとしか知りません。上村さんには6時ごろあの人が 野球のユニフォームの上へジャケットを着て階段を上がってらっしゃるところで会いましたどうでしたの勝負はと聞いてもまるで私の言葉が耳に入らない様子で急いで通り過ぎていきましたそれからあの人がミサちゃんの死体を見つけてあの騒ぎになったのですそうですねその間に5分間も経ちましたでしょうか村井さんは 私が屋上から洗濯物を取り入れて帰ろうとするときミサちゃんの部屋を出てゆく後ろ姿を見ました後ろ姿でよくはわかりませんが何でもひどく急いでいらっしゃるようでした時刻ですかはっきり覚えていませんが3時頃だったと思いますいえいえ11時なんてことはありません私、今朝は9時に起きて、 銀座へ買い物に出かけて帰ったのが一時半頃でしたものそれからだいぶ時間がたってましたからかれこれ三時にはなってたと思います確かに間違いありませんええそれはもう村井さんに違いありません決して人違いじゃありません6ボーイ・ワの証言 上田金庫の証言によってシネマ地方記者村井保は3時頃に被害者山上操の部屋を出て行ったことが分かったしかも村井は第1回の取り調べの時に警官にそのことを自白しなかったのであるこれによって村井に対する疑いが濃厚になってきたのであるがそれと同時に山手アパートの食堂のボーイ鷲尾によって 今一つ有力なな証言がなされた。彼が警官の取り調べに対して答えたのは次の一つの事実だけだった私は今日の午後3時頃に松木さんが山上さんの部屋から出て行かれるところを見ました松木さんは近頃よく山上さんのところへいらっしゃったから顔はよく知っています。 間違いありません時刻は正確とは言えませんが確か3時頃です3時少し過ぎていたかもしれませんが3時前ってことはないと思います松木さんの方では私には気がつかれなかったようでした私は左側の廊下から食堂の方へ通じるパセージから横に見ていたのですしそれに松木さんはその時 大変急いでいらっしゃるようでしたから「七村井のの第二回目の証言恐れ入りました」と村上保は係官の第2回目のし厳な尋問に対して頭をうなだれ声を震わして答えた「すっかり申し上げます。 午後3時少し過ぎにミサオの部屋から出て行ったのは確かに私に相違ありませんちょうどあれから車へ帰ってみるとミサオについての面白い原稿が来たので次号にその記事を出すついでに彼女の写真の口絵を1ページ台で出すことに決めましたのでそのことを知らせたりその原稿を見せたりするためにやって来たのでしたドアをノックしてみると返事がないので まだ眠ってるのじゃないかと思って押してみるとひとりでに開きました上がり口から見ると彼女はちょうどけさ私が出ていった時と同じように頭から布団をかぶって眠っているらしいのです私は「ミサちゃん」と2度呼んでみましたが返事がないのできっとたぬき寝入りをしているんだろうと思ってそばへ寄って頭にかぶっている布団を上げてみました すると真っ青な顔をして白い目を向いている様子がどうも変なのです肩へ手をやってゆすぶってみるとまるで手応えがなくゆすぶられるままになっているのです「死んでいるな」とその時私は思いました懐へ手を入れてみるとまだ温かみはありましたがもう死んでいるに相違ないのです 私はすぐに事務所へ知らせようと思ってひょいと枕のとこを見ると古代サラサの2つ折りのクッションの間から紙切れの端が見えるもんですから何だろうと思って抜き出してみると今朝の日付の小切手なんです振り出し人は松木さんで額面は500円で銀行はバツバツ銀行の牛込支店でした私は 一旦その小切手を元の場所へ挟んでみましたが、どうも誘惑に勝てないんです。本人は死んでしまっているんだから、今その小切手を銀行へ持って行って、現金に変えてしまえば、誰も気のつくものはない。そう思うと私は、もう悪魔のような気持ちになって、その紙切れを、ポケットの中へ突っ込んでしまいました。そして、 死体には元の通り頭から布団をかぶせてそっとミサオの部屋を出て行きました幸いにも帰りがけには誰にも会わなかったのでその足でバツバツ銀行の支店へ行っていい加減な住所に村井八郎という名前を書いて私の認めを押して金を受け取ってきましたその金はまだすっかりここに持っています今申し上げたように 3時にミサオの部屋から出て行ったのは私に相違ありませんそしてあの人の小切手を盗んだのも私に相違ありませんけれどもミサオはその時にはもう死んでいたのです決して私が殺したんではありませんそれにあの人は体のどこにも傷を受けてはいなかったもんですから私は殺されたんじゃなくて死んだのだろうと思っていました ナルコポンの注射の後でお酒をいただくとすぐ死んじゃうそうよなんてミサオがいつか言っていましたからそんなことでついうっかりして薬のせいで死んだのじゃないかと私は思っていたくらいです考殺されたのだというようなことは今聞くのが初めてなんです8 松木久作の第2回目の証言先ほどお取り調べの時によっぽどそのことも申し上げようと思ったのですがつまらんことでかかり合いになっちゃバカな話だと思って辞めたのでした実は今朝ミサオと別れる時にあれが「おいおい春になってくるので春の支度ができないから」というので500円の小切手を書いて渡したんです さあ、どこへしまったか。私が帰るときは、まだ枕元に置いてあったように思います。それから私は、ちょっと会社の方へ顔を出したんですが、どういうものか、ふっとあれのことが心配になってきたのです。一体私は何か気にかかることがあると、それを確かめてしまわんと、何も手につかん性質でして。さあ、心配し出すと、 もう落ち着いていられないのです。その時までそんなつまらない考えを起こしたことはなかったんですが、今朝のように二人も男が訪ねてくると、果たして私は安心しててよいかどうか迷ってこざるを得なくなったのです。何にしても三人のうちでは私が一番歳をとっている。そしてこう言っちゃなんだが、 お金の融通のできそうな男は私より他にはない。私はただお金を搾り取るためにチヤホヤされているんじゃないか。そして他の若い男とうまくやっているんじゃないかと気遣われてくるんです。もう一度会ってよく本心を確かめておこうと。こう思って会社を出たのが3時少し前でしたから。 向こうへ着いたときは3時少しまわっていたでしょう。ミサオの部屋へ入ってみると、わかれたときのままでまだねむっているらしいのです。ゆうべは二人ともあまりねむらなかったので、ねむりがたりないもんだから、とこのなかにぐずぐずしているあいだにまたねむくなったんだろうと思って、そばへよってゆりうごかしてみると、どうしてもおきないんです。で、 掛け布団をまくってみるとあの子はもう息が絶えているのですかわいそうなことをしてしまいましたけれども考えてみるとけさ一番後であの子の部屋を出たのは私ですそして今あれが死んでそのままになっているところを見るとその間に誰かの手にかかったにはそういないのですが ここのアパートの人も誰一人そのことを知らない。とすると、犯人は、巧みに逃げてしまったにそういない。してみると、ぐずぐずしていては自分に嫌疑がかかると思ったもんですから、急いで出て行こうとしましたが、ふと気がついて、小切手なんかを残しておいては、そこから足がついて取り調べられるといけないと思ったもんですから。 引き返してそこら中探してみましたが、何しろこちらも慌てていましたので見つかりません。それで見つかったら何とかごまかしておくことに決めて出て行ったわけです。どうして殺されていたってことがわかるかってそれは喉を閉められていたからです。喉のとこが少し青くなってかすれ傷ができていました。 あんなことのできるのは力の強い若い男にちがいありません 9. 上田金子の2度目の証言ええわたしはふだんミサちゃんの部屋へはしょっちゅう出入りしていました前にも申し上げたようにあの人はわたしを姉「姉さん姉さん」と言って 私たちはまるで姉妹みたいにしてましたから今日も実はたった一度きりあの人の部屋へ行きました銀座で買い物をして帰ってから隣から壁越しに「ミサちゃんまだ寝てるの?」と聞いてみると「ええ遊びに来ない?」って返事なんです行ってもいい迷惑じゃない と言いながら、私は入って行きました。ミサちゃんはベッドの上を起き上がって、またへ注射をしているところでした。またあんた、そんなことしてるのと、私はにらみつけてやりました。私は、あの人の体のためを思って、見つけるたびに止めるんですけれど、どうしてもやまないんですね。ごめんなさい、姉さん。と、 ミサちゃんは目に涙をためているので私もかわいそうになってきました今日はこれで2度目なのよ私もう生きてるのが嫌になったからどうなってもいいのどうかしたんじゃないのそんな乱暴なことをしてやけなんか起こしちゃ困るじゃないの明日は筑波山へロケーションに行くんでしょあんたが行かれなくなっちゃしょうがないじゃないの姉さん と、あの人は、やっぱり泣き声で言うのです。私、もう松木の親父と別れるかもしれないのよ。だってあんまりずうずうしいことを言うんですもの。私の体を一人で買い占めたような気になって、つけあがるんですもの。どうしたの、一体。と私は、ベッドの端へ、あの人と並んで腰をかけて、右の手であの人の肩を抱いて、聞いてみました。 今朝帰りがけにね、私にこのアパートを出てってくれって言うんですそして別に家を探してやるからそこへ引っ越してくれって言うんですここは誘惑が多くていけないんですってあの親父より他に男があっちゃいけないんですってその代わり生活の方は不自由のないように保証するから今後他の男と秘密であったりしたら ただでは置かないんですってきっと殺すつもりなんでしょうあの人はひどく興奮して私の胸にもたれて悔しそうに泣きじゃくっていました四千や五千のはした金で私をすっかり自由にしたつもりでいるんでしょう私もうすっかり嫌になっちゃったのよでもう別れちまうことに決めたのその時はあの親父に離れたら またお小遣いに不自由しなきゃならないと思ったもんですからしばらく考えさせてくれと言ってやったらではもう23時間待つが3時になったら返事を聞きに来るからそれまでに考えといてくれっていうのもうすぐ来るでしょう来たら私断ってやるつもりなのあの親父のおめかけになって監視をつけられた日には、第一進むとも会えなくなるでしょう私 あの子ともうすっかり約束がしてあるんですものそれから松木さんが来るというもんですから私は美沙ちゃんの部屋を出てその和紙で屋上へハンカチの洗濯したのを取りに行ってその帰りがけにさっき申し上げた通り村井さんが美沙ちゃんの部屋から出て行くのを見たんですそうですね屋上には20分もいたでしょうか てて、んがかかかったもんですから。風に吹かれ隣県の,の,の,の刑事は以上の各容疑者を最後に退出尋問したがその尋問の要点は次のようなものであった。 村井に向かって。君は小切手を盗んだ時にはもう被害者は死んでいたというが君が殺して小切手を盗んだんだろうい,いえ確かにミサオはその時はもう息が絶えていました前に申し上げた通りに相違ありません松木に向かって君の陳述はだいぶ事実と相違しているね最初君は山上のアパートを出る時に 山上にあのアパートから引っ越してくれと言ったなんて話はしなかったが上田の証言によると君は被害者を脅迫しているじゃないか恐れ入りました上田の言ったことは事実かはい山上に他の男と会ったらただではおかんと確かに言ったのかさようなことを言ったかもしれませんかもしれんじゃなくてはっきり答えろ 確かに言ったんだろう。はい、確かに申しました神村に向かって君は山神と結婚をするような約束をしたことがあるかはい永久に離れまいと約束をしました再び松木に向かって君は正午に山神と別れたから2時頃に引き返してきて山神が君の申し出を拒絶したので。 他に男のあることを知って嫉妬のあまり山上を殺したんだろういいえ私が二度目にその返事を聞こうと思って来た時には確かにあの子は殺されていました黙れただではおかんと君が被害者に言ったのは確かに殺すつもりで言ったのだろう違いますその点は前に申し上げた通りで私があの人の部屋へ行った時はもう殺された後でした 金庫に向かって、あなたは被害者山上と姉妹のような仲だったというが世間の噂では姉妹以上の仲だったということだがそれは事実か上田顔を赤くしてあなたは前には村井が被害者の部屋を出て行ったのは3時だと言いい2度目には2時過ぎだと言ったがどちらが本当なのかはっきり覚えていなかったものですから。 最初の取り調べの時になぜ今日山上と会ったことを隠していたのだ疑われると思ったものですからあなたは被害者山神が上村を愛していると聞いて嫉妬を感じたんだろう同性愛というものはある場合には異性愛よりも強いものだということを聞いているが愛が強ければ嫉妬もまた強い道理じゃないか 人に目がくらんで女にも似合わざる大胆不敵な強行を犯したんだろうどうだ黙っていてはわからぬではないかすっかり申し上げます実は私とミサちゃんとはお察しの通りの中で二人で無断では結婚しまいと約束していたのでございます二人は本当に愛し合っていたのでそのために 私にしてもミサちゃんにしても異性に対しては本気に愛し合うことができなかったのでございました二人のうちどちらかが無断で男と結婚するようなことがあったらどんな復讐をしてもいいということを決めていたのでございますところが今日ミサちゃんの口から上村さんを本当に愛しているという告白を聞いて私は もう理性を失ってしまったのでございます。私はもう悔しくて悔しくて、思わずあの人の喉首へしがみつきました。するとあの人は大きな声を出しかかったもんですから、つい私は何もわからなくなって、両手をあの人の喉のところへ当てて、寝台の上へぎゅうぎゅう押さえつけたんです。そして、 ふっと気がついて手を離してみると、あの人はもう白目を向いて、ぐったり頭を後ろへ垂らしてしまったんです。私は思わずぎょっとしてしまいました。その場にいるのが恐ろしくなって、急いで廊下へ出て屋上へ駆け上がって、冷たい風で頭を冷やしました。それから、自分のしたことの意味がやっと飲み込めてくると、 下へ降りて、もう一度ミサちゃんの部屋へ行って見てこよう。あれくらいのことで死んでしまうわけはなかろうと思って、下へ降りてみると、ちょうどその時、村井さんがあの人の部屋からあたふた出てゆく後ろ姿を見たのです。それから私は自分の部屋へ帰って、ミサちゃんの部屋へ行ってみようかどうしようかと思って聞き耳を立てていると、そのうちに、 誰かミサちゃんの部屋へ入っていく音が聞こえましたそれが松木さんだったんでしょう私は隣から聞いていただけでどなただったかよく分かりませんが56分もたつとその人も出て行きましたそれから私は誰にも見られなかったのを幸いにできるだけ気を鎮めて何事もなかったかのような顔をして夕方まで過ごしているうちに上村さんが 野球の帰りに上がっていらっしゃるのにあったのです。殺そうなんて気は毛頭ありませんでした。ついカッと逆上したあまりあんなことをしでかしてしまったのでした。後期？この事件は大体。以上のように落着して、上田金庫は過失致。死罪として起訴されたが。 山神があんなに容易に死んだことについては医学者間にナルコポンの注射と何か関係がありはしないかと注目されているご視聴ありがとうございました平林初之助作の作品はほかにはこのようなものを朗読しています。そして、 最新の朗読はこちらです。どうぞ、合わせてご視聴ください。